大親友の彼女なんて死ぬ、何だっけ、湘南の風さん。本日のリップは何ですか。よくめっちゃ薄くない。普通にエッチドハウスの赤のグロス塗っただけです。ポップコーン食べる人は食べる。でも一人の時はあんま食べへんかも。チュロスの方が食べるかな、どちらかというと。握手会ってどんくらい話せますか。握手券1枚で多分7秒とかそれぐらいだと思います。今日17歳の誕生日なのでお祝いしてください。おめでとうございます。17歳、すずの1個下。じゃあすずが誕生日迎えるまで同い年ってことっすね。握手会は大体どんな話しますか。どんな話ですかね。でも人によって全然違うし、最近やったら頑張って選抜一緒に入ろうねみたいな、頑張ろうねっていう話だったり、なんだろう、好きな芸能人の話とかもするし、あのタピオカの話とかもするし、学校でどんな感じとか、なんかめっちゃなんでどうでもいい話もいっぱいします。ほんまに違う。さあ君かけたに、スージーズーとか初めて呼ばれてんけど、スージーズー。まあ高校生もあと半年ですね。意外と長いんですね。何がですか。行ってみたいけどなかなか野球がやってません。ぜひ、もう後悔はさせないのでぜひ来てください。北海道来たことありますか。ないです。行ったことない。あ、おはようのオーディションして、髪型もバッチリ OK。 すごく年上の人が握手会来ても大丈夫。全然大丈夫。めでたい、めでたいじゃん。無理、長い。長っ。神奈川ライブある。去年あったから絶対またあると思います。ワンちゃん様ラブ歌ってる。ワンちゃん様ラブめっちゃ好きな歌。あれめっちゃ YouTube で見てる。てかモデルさんが可愛くて、みんなタタ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 イエイエイタタタタタ騒ぎまくって結果オーライイエイエイタタタタタ。JK やん、そう JK なんですよ。うわーい。ともこし。夏休み行きたいとこ決まりました。全くですね。いや行きたいとこいっぱいあるんですけど、でも今行く場所じゃないなっていう。バリメンどっち。今はお金を貯める期間にします。だから夏休みは家で過ごします。
ユニバは年末やからさ、お金使わんやん、どちらかというと。だから見ていくと思う。知らんけど、なんかでも人多いからさ、やっぱりちょっと抵抗ありますね。打ち上げ花火は悲しいね。ね、外食したらめっちゃお金なくなるよな、普通に。いつも髪の毛セットするの何分くらいかかる？髪の毛のセット長いかも。すずほんま寝癖ひどい人やから、ちゃんと乾かして寝るのに乾かしてないか。でも髪の毛時間かかるかも。